食べ物持ってみえた。じゃあそれ少し預からさせてください。で様子はね、少しは食べた跡があったんだけど、でも朝にそのに餌はたまるほどはないです。で体重が昨日33だったじゃないですか。今日の朝一番は32です。だからまた朝からあの栄養補助はやってます。でなんとか1回、2回ちょろっと戻したかな。でも例えば 0.4 入れても 0.4 のうち本当 0.1 もないぐらい戻すの。だからまあ全部戻すわけじゃないから、もうどん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 吐き止めやりながら栄養補助をやらかしてもらう。そうしんと良くならないというところですね。で、まあまあ検査は何もしてません。まずはちょっと栄養を取らせること、吐きを抑えること、それではレントゲンちょっと痛いんだけどね。でもまあ、レントゲン取らなくていいです。負担がかかるかも、うん、まあ、負担はかかるかもしれないけど、でもそれでは本当は取りたいんです。中身です。これがこれってさ、ボレー粉は入ってんの？ボレー粉は入ってないです。別にボレー粉あげてます？あげてないです。食べないです。いや、食べなくてもボレー粉はやった方がいい。あ、その時じゃその話をちらっとしてから何回してもらいますね。あ、そうなんだ。あと、うん、カルシウムの代謝にさ、やっぱカルシウム製剤を取らなかったんですね。そうすると、まあ市販ではボレー粉、あとはミネラルブロック、それからイカの子、あの白いラケットやつ、ね、あれがいい。で、昔からあるあの塩度、これもカルシウムを補えるけども、これは今進めてません。あの塩の量が多いし、汚れるし、これをやることと、それからカルシウム代謝で大事なことは日に当たること。長い時間じゃなくていいから UVB を浴びてほしいんですよ。1分から30分ぐらい。UVB はですね、ガラスを通さない。だから窓越しでも、窓を開けるから水越しとかで日光浴はした方が、そうすることによって体の中のビタミン D が活性型のビタミン D になって、この活性型ビタミン D がカルシウム代謝を促してくれる。それからそれ以外はやっぱり免疫力も高まりますし、当たること、殺菌作用もあると思いますし、だからその季節によってね、30分もやらん方がいい季節がありますよ。もちろんめちゃくちゃ暑い時に30分もやらん方がいいし、寒い時に30分もやらん方がいいし、1、2分でいいから。で、普段って窓越しに置いてる、窓越しには置かん方がいい。カーテン開けたら日が当たる、じゃないとこがいいな。窓越しだとカーテンがいくらかかってても日が当たるから温度が上がりやすいじゃないですか。で、日が陰ったら温度が下がりやすいじゃないですか。そうすると日内の温度差がつきやすい。で、僕らでもそうだけど、日内の温度差が7から10度以上つくとさ、体調崩してますし、なんか問題があるから。だから部屋の中でも日が当たらないところに置いといて、日光浴するときはだけ当てた方がいい。この温度差って結構ね、鳥にとっては体調崩す要因になる。それからあとは戸や羽の生え変わり、それからあとは温暖化型産卵、この辺は、体調崩す要因にはなりやすいかなとは思いますね。でもボレー粉はだから方がいいですね。あともう一個は3番目の胃袋、その1番がその2番が繊維、3番が筋肉の胃袋があるわけです。まあ大体その方がこの辺にあってね、餌を貯めておいて、消化酵素を食べて、筋肉の胃袋。筋肉の胃袋の中にはブリッドっていう砂が入ってるんですよ。砂。これも少し食べます。
ボルエゴ買ってください。ボルエゴもあんまり色がちょびつでいいんですよ、うん、もうほんの餌とは違うからちょっと食べればいいから、ブリードも売ってるからプラス3分で出してるんですけど、ブリードもほんのに向かき8分の1ぐらいですからね、ほんのちょろっと入れたってください。これは大事と、あとはペレットもやってるのかな、あネクトンか、うん、ペレットは食べない、食べないと、そういう子はですね、ペレットのパウダー状のやつ、まあ本当はシードとペレットと両方食べるとシードの栄養の足りない分がペレットに入ってます。もしくはこれを粉にしたら、これそうするともうどうしてもペレットも入れてもどうしても全然食べない子はね、崩して粉にして皮付きで食べる、そうすると皮付き食べると一緒に多少は粉が入るから、だからこれは使ってもいいと思う。これ3分ね、もうこれは絶対いるね、とはですね、はい、じゃあこれネクトンはこれに振りかけてるんですね、ちょっとそうですね、少しでいいですよね、少しです、はい、じゃあちょっと顔見てください、じゃあこれは回復させてください、もう一回見てくださいね、はい、じゃあ撮ろうな。